たいな感じでですね、あの一緒に盛り上がるシーン作りたいと思います。一体感を作りましょう。では自己紹介です。チックです。チョップです。リズムライスです。イエーイ。さあこれ 1,2 回目見た方が今やってくれました、はい、初めて見てる方はこのポーズ、お箸のポーズ、笑顔の橋渡し、そんな意味が込められてます。皆さんでね、笑顔の架け橋をここに渡して次のパフォーマンスへ行きたいと思います。それでは全員参加で参りましょう。チックです。チョップです。リズムライスです。さあそれでは全員で参りましょう。チックです。チョップです。リズムライスです。さあそれでは全員で参りましょう。チックです。チョップです。リズムライスです。 OK、 では大きな声で参加してください。次のパフォーマンスです。リズムライスです。 OK、 OK、 いくよ。リズムライスです。さあありがとう。ここにたくさんいますよね。友達ですよね。友達ですよね。もう一回行ってみよう。せーの、はい。万博は以上をもちまして閉園いたします。まだまだこれからだよ。まだまだこれからだね。お手を拝借よ。これは揃うよね、日本人だから。ではスティックを使ってパフォーマンス、もう少しだけでいきましょう。ドラムシップ、よかったら見やすい位置に回してくださいね。
から手拍子でね、ちょっと遊んだんで、もうちょっとこれ手拍子で遊んでいいですか。今1が出てます。はい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 、全員やるまで先すいませんよ。はい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 これで終わりなんですけれども、せっかく万博最後の日ということで、僕たち叩いて
演奏をするパフォーマンスでお客様に笑顔を届けるためにいろいろなことを試行錯誤しながらやってきました。本当は打楽器奏者、本来は打楽器奏者をやってるんですけども、目の前にいるお客様がリアルに笑顔を届けてくれる、そんな世界がすごく嬉しくて大好きでやってきました。いろんなリズムをお届けしましたけども、最後にリズムとは全然関係ありませんが、皆様から大きな拍手いただいて終われるように一つだけ難しい技に挑戦させていただきます。打楽器奏者は全く関係ない技です。僕が投げる、後ろ向きで投げるスティックを相方がこのバケツでキャッチする、それだけです、はい、それだけです。今日は少し風が強いです。上の旗を、三角の旗がピラ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 なってるのを見てあまりやりたくないですが、成功させて、成功させて大きな拍手で終わりにしたいと思います。まだ漢字読めないもんね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。よいしょ、いきます。これちょっとくっつきが悪い、くっつきが非常に悪い。いきます。よいしょ、4メートルあります。先にインフォメーションしておきます。この技10回に1回しか成功しません。でも一発で決めるように頑張ります。最後これだけ見ていてください。これ終わったらショー終わりとなります。いきます。大事な話をしてませんでした。大道芸でやっております。ショーが全て終わりましたら、できれば僕たちその笑顔を届けたそのお代わりにですね、応援の気持ち、できればあの分かりやすい形で折りたためるやつでよかったら最後持ってきていただけると僕たちも笑顔になります。それではそんな気持ちにお応えして一発でチャレンジしましょう。いきます。本当に皆さんの応援のおかげです。で、打楽器奏者、そしてパフォーマーとしてその笑顔が何よりも僕たちのやっている一番大好きな、時間でございました。さあ最後に、もう一度だけ軽く説明したいと思います。終わったら白いバケツ2つ持って待っております。2つ持って待っております。2つ持って待っております。2人で活動してます。2人分の気持ち分かりやすい形でこの中へぜひお待ちしております。そして僕たちも笑顔で帰ることができます。それでは最後に皆様、笑顔の橋渡し、もう一度完成させて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。後から来た方はね、このポーズでイエーイって返すだけなんで、よかったら一緒にやってくださいね。では覚えて帰ってください。自己紹介です。チックです。チョップです。リズムライスです。イエーイ、どうもありがとうございました。スタート。ではこちらでお待ちしています。ありがとう。